ほとばしる過去の伝説。ごめんね。全部を君に話せるようになるまでこんなに時間がかかっちゃって。理由は二つ。一つは脚本。エリオが見た未来ではサムと請求列車の対立は避けられなかった。あと私のわがままもあるかな。サムとしてじゃなくてホタルとして君たちと一緒にいたかったんだ。ありがとう。エリオからの指示は一つだけ。請求列車に一緒に大いなる遺産を負わせること。つまり時計屋の遺産は開拓の旅、そして君にとっても重要な意味を持っているってことだよ。前までのエリオの脚本では特定の性格を中心に話が展開されてた。でも君が現れてからはそのルールが当てはまらなくなったみたい。君に話した医療カプセルのことを覚えてる？それがサム。早急戦線グラモスの鉄器、ファイアフライ4戦略強襲装甲。それは私の命のゆりかごで、私がこの世界に生まれた意味。ずっと世界が私に求める姿だった。ドリームリーフの時間の流れは現実世界とは違うから、くれぐれも注意してね。哼，灵感，这个嘛。